はい、よろしくお願いします。今回ね、きっかけ英単語パート3やっていきます。で、今回はこの10個ですね。なのでこの状態でテストしたい方はぜひここでやってみてください。では早速いきましょう。で、前回前々回は前置詞やったんですが、こっからですね、動詞ですね、動きの言葉をやっていきます。で、英語っていうのは、まあ、基本的に主語。誰がっていう主人公が先に来て、その後に何したのっていうのが来る。で、それが動詞ね。動きを表す言葉。それをやっていきます。で、まず一つ目、go ですね。で、go は、きっかけ英単語のパート1かなの時にちょっと話をしましたけど、go は行くです。どこどこに行くっていう、まあ、動きを表してるね。で、今回ね、ちょっと迷ったんですけど、動詞っていうのは過去形と過去分詞形、過去分詞ですね。の形をセットで覚えるっていうのがよく言われます。で、過去形は基本的に中学校2年生の最初、もしくは中1の最後からやるんですけど、そこでやると。で、過去分詞形っていうのは中2の最後、もしくは中3の最初ぐらいから始めます。なので、今見てくれてるみんなの楽屋に合わせてやってください。もしね、こっちがやってないよって場合は無視してもらって構わないんですが、まあ、どうせ取るならっていうことで一緒にやっていきます。で、go。過去形が、ちょっとちっちゃくてごめんね。went。で、過去分詞が gone です。いいかな、全部順番、過去形、過去分詞で書きます。で、次、like です。like。で、like は、まあ、好むっていうのよく書いてあるんですけど、自分をシンプルに覚えたいので、好きです。ほにゃららが好き。like。他の使い方もあるんですが、今回はこれで紹介します。で、like に関しては、過去形、過去分詞同じです。なので、こういう書き方をします。これは D をつけるだけです。基本的にですね、過去形過去分詞、ED をつけるだけのもの、そういうのを規則動詞って言います。規則的に E とか ED つけるだけなのね。まあ、ED つけるだけって覚えてもらったらいいんですが、今回、like は一番最後が E で終わってるんで、ED をつけちゃうと、EED って、E がしつこいってなってしまうので、そういう時には D だけになります。こういうの規則動詞。で、go みたいに、いやいや、形変わっとるやんってやつが、不規則動詞って言います。不規則に変わるんだよね、形が。で、次が play です。play。で、play は、ほにゃららするですね。まあ、スポーツをしたり、まあ、ね、ゲームをしたりとか使いますけど、あとは演奏するってのもあります。楽器を演奏するってのもあるんですが、一応まあ、するの方がよく出てくるので、こちらで。で、play。も規則動詞なんで、つけるだけです。プレイに ED をつけると。過去形、過去分詞、両方ともこれになります。で、次がハブです。ハブ。ハブもね、いろんな使い方があるんですけど、持っている。まあ、これを覚えておきましょう。ほにゃららを持っている。例えば、私は3つの帽子を持っているとか、そういう時に使います。で、ハブは不規則動詞、形変わるんですけど、過去形と過去分詞が両方同じです。ハズですね、ハズ。こうなります。で、次がメイクです、メイク。で、メイクは、作る。まあ、これが一番出てきます。作るです。で、メイクも不規則、形変わるんですが、両方とも同じなので、K の部分がね、D に変わって、made と言います。made。まずこれ5個ね。行く、好き、する、持ってる、作るでございます。で、次、右行きましょう。want です。want。で、want も何個かあるんですが、ひとまず、欲しい。ほにゃららが欲しいとかね。want と to をくっつけてなんていう使い方もあるんですけど、他の意味に変わるんですけどね。ひとまず今回は want を覚えてください。で、want。これと、go の過去形の went を結構間違えます。e と a になっただけなので。went は行く。go の過去形ね。で、want は欲しいです。で、これは普通に不規則じゃねえや。規則動詞なので、want に ed をつけるだけで OK です。で、次、come ですね。come。で、come は、来る。こっちは行くね、go は。come は来る方です。で、これはですね、過去形、形が変わります。o の部分が a に変わって came。で、過去分詞はもう一回 come に戻ります。だから come, came, come ってなるんですけど、これが過去形と過去分詞。
で、次、スタディですね。スタディ。スタディは、勉強するです。勉強する。で、スタディは規則動詞なんで、まあ、ED つけるだけといきたいんですけど、ちょっと気をつけなきゃいけなくって、スタディは、Y の部分が、I に変わって、ED をつけます。I に変わって ED。で、これですね、その規則動詞の方で、最後が Y になってる時に気をつけてください。そしたら I に変えるんです。けれど、待てと。いやいや、プレイ Y で終わってたのに I に変わってないじゃんってなるんですが、これちょっと簡単に説明します。さっきも言ったように、動詞の一番最後が Y になってる時に注意します。あ、I に変えなきゃと思ってください。なんですが、一個チェックしなきゃいけないことがあって、Y の一個前です。今回 D になってます。こっちです。A です。Y の一個前が英語の母音、あいうえおです。あいうえおっていうのは、あ、い、う、え、お。こうね、パソコンとか、まあ、携帯打つときもそうです。携帯打つかおかしいな。パソコンで打つときのあいうえおと同じなんですが、Y の一個前が母音、あいうえおのときは、Y は変えなくていいんです。けれど、Y の一個前が、あいうえおじゃないときは、Y を、I に変えて、ED をつけてください。規則動詞のときはね。という変化のルールがあります。で、次、get ですね。get は、手に入れる。ほにゃららになるっていう意味もあるんですが、これはよくなんか物をね、ゲットするとかって言い方は日本語でも使いますけど、まあ、手に入れること、ゲットするっていうんで、この意味になります。で、ゲットはちょっと変わっていて、過去形、E が O に変わって、got となります。got。で、過去分詞も、got ままでもいいんですけど、もう一個覚えなきゃいけなくって、gotten というのもあるので、これ両方覚えてください。過去分詞に関しては。で、最後、enjoy と日本語では言うんですが、いいですね。enjoy と言います。で、これで、ほにゃららを楽しむ。ね、まあ、日本語で enjoy って言うけどね。enjoy。楽しむです。で、これは規則動詞なので、ed をつけるだけだと。でも、最後が y だと。やべ、i に変えるのかなと思うんですが、前が英語の i、上、おに入ってるので、だから、ED、I に変えずに ED つけるだけで OK という感じになります。いいかな？まずは今回、動詞はね、いっぱいシリーズでやっていくつもりなんですが、この10個、まず覚えてみてください。で、まあ、見ていただいている方の中では、よくね、規則動詞、不規則動詞、さっき話しましたね。ED つけるだけの規則動詞、形が変わる不規則動詞、あるんですが、いや、規則動詞だけまとめてやればいいじゃんって思う方もいると思います。思うんですけど、個人的には、両方混ざってる方が、覚えるときに、あ、これは不規則、形変わるんだよな、っていうふうに、そういうふうな勉強しやすいと思っていて、それは熟考書のときからずっとプリント作るときとかもこういうふうにやってきたので、今回ね、こういう感じでずっと撮らせてもらいますので、まあ、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。では最後ちょっと喋りながら、消しながらね、になってしまうんですが、今回もここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、次回も、よいしょ。この動詞ですね。続き、やっていきますので、もしよかったら、まあ、あさっての、またね、16時にアップしますので、そちらの方も見てみてください。ちょっとね、消すタイミングと喋り終わるタイミングが合わなかった。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ。お待ちを。これで OK かな。よし、じゃあ最後ね、10秒止めて終わりたいと思いますので、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。